5年目の夫婦っていう、や、ちょうど設定なんですけど、5年間が見えるんですよね。はい、そうなんですよね。そうなんですよ、はい、やっぱ過去がその描かれないっていうのがこの作品の、一つ特徴であると思うんですけど、はい、もう5年経って、ある種関係が終わりかけてるのかなっていうところをスタートにするんだけども、その、それまで流れてきた時間であったりとか、はい、お互いを持ってきたなんか愛情っていうところもちゃんと見えてくるっていうのが、この2人ならできるんじゃないのかな、ってかできるんじゃないのかな、ってか2人がそこを作り出してくれたなっていうのは感じますね。今日はなんとですね、今公開中の岐阜出身の監督です。先生、私の隣に座っていただけませんか、の堀江貴弘監督です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。監督の堀江です。ようこそお越しいただきましてありがとうございます。いや、堀江さんが岐阜出身ということで、はい、私もこれ愛知からね、発信している映画サイトなので、なんか東海三県で、はい、すごく近くて嬉しいわと思いながら親近感です。こちらこそです。岐阜市出身です。はい、はい、あ、そうなんですね。じゃあ高校まではいらっしゃったってことですか。はい、はい、そうですね、高校まで行って、その後浪人は名古屋でした。名古屋に通ってました。あらま、はい、そうですね、1年間名古屋で1年間はい行ってました、毎日。なんですね。あ、そのね、岐阜から名古屋って、JR だと19分なんですよね、快速で。そうなんですね。そうそうそう。今僕が渋谷に行く時間と同じですね。あ、ね、だからすごい近いんですよね。そう、はい、前提岐阜も映画の街って言われていたので、はい、まあ、今ちょっと少なくなっちゃったんですけど、はい、じゃあ映画館も結構あちこち行かれてた、はい、ちっちゃい時から。あ、はい、よく、うん、柳瀬、ちっちゃい頃は柳瀬に映画見に行って、はい、その後、東宝がシネコンできて、はい、そので高校ぐらいからはミニシアターがあることを知って、ミニシアターに行くようになったみたいな。めちゃくちゃ面白いんですよ。どうしてこういう発想ができるのっていうね、不倫をテーマに漫画家の夫婦が繰り広げる創作と現実の狭間から真実を探るミステリーでもありコメディー映画でもあるっていうね、作品なんですけど、ツタヤクリエイターズプログラムフィルム、これの2018年の準グランプリで受賞されて、はい、もう一本ね、ダブル受賞もされてるんですけど、はい、これはもう監督になろう、はい、監督として活躍をされていた頃ですよね、自主映画。そうですね、はい、初めての商業長編映画1本目の公開が武蔵野館でされてたんですけど、はい、新宿、東京だと、そこ、その公開中ぐらいにこの企画を自分の中で考え始めてましたね、はい、オリジナルとして。それでまあ応募して、はい、見事、はい、準グランプリ。でもこう割とね、はい、順調に3年ぐらいかかったんですけど、はい、まあ、でも3年ぐらいかかりますもんね、はい、公開までだとね。そうですね、うん、撮影まで、1年半ぐらいで撮影できたので、すごい、すごい、なんだろう、何かこう止まったりとかがなかったのがすごく良かったりします。いや本当にこの新作なんですけど、アイディアっていうのが、はい、こうちょっと堀江さんの頭の中をこう、はい、覗いてみたいわって思うような、はい、なんだろう、ちょっと今までにない、初めて見ました、はい、この映画、この物語。ありがとうございます。はい、そうですね、やっぱその企画、まさにその企画コンテストだったので、がそう、やっぱ一言でこう、その物語説明したときに、なんか面白そうだ、はい、見てみたいって思ってもらえることって、すごく自分の中では大事にしている部分で、はい、例えばこの映画で言うと、
夫が不倫していることを知った漫画家の妻が、うん、その夫の不倫を題材に、うん、実録不倫漫画を描くことで復讐していく物語ですみたいな風に説明すると、はい、なんかちょっと自分自身ワクワクするというか、うん、まずはなんかあのお客さんにもワクワク してもらえるようなストーリーであることは大事なんですけど、はい、自分自身がその、うん、とストーリーにこう興奮して作れるのか、うん、熱量を持って作れるのかっていうのが、うんうん、と大事だと思ってるの で、 そ、 うです、ね、そこをすごく大事にしてまず最初企画を考えてました。あのなんていうんですかね、はい、堀江さんが作るんだけど自分が見たいっていう映画ですよね、はい、そうですね、それがやっぱり一番大事な部分だと、うん、そうですよね。でそこからまあアイデアが練られたわけなんですけれども、はい、あのこの やっぱり役者さんたち数は少ないんですよね、はい、出てくる方が。そうですね、そうエキストラさんがすごいいっぱいいるとかいう映画ではないじゃないですか。でどっちかというとう、ね、ワンシチュエーションに近い作品なんですけど、はい、その中で主演があの、まあ、お二人ダブル主演で選ばれた黒木さんと江本さんなんですけど、これがご夫婦の役柄なんですけど、はい、このお二人やっぱりなんか一人芝居に近いとこもあるじゃないですか、はい、今回。あそうですね、うん、あのそうですね、混じり合わないくてそれぞれが芝居してる、うん、まあ、特に江本さん演じる敏夫はそういうところが多いですね、はい、漫画と向き合ってる人なんです。そうそう、漫画と向き合って、はい、なんか自分に踊れて自分に突っ込んでるみたいなところがあって、そこがすごく不倫っていうとなんか、はい、なんか昼顔とかなんかこう、はい、ドロッとしたイメージですけど、好きなんですよ、はい、そうもちろん好きなんですけど、はい、でもそこにコメディが入るっていうのがやっぱり監督らしいかなって思うんですけど、はい、江本さんをこう、はい、もう江本さんで行こうっていうのは監督のアイデアですか、はい、そうですね、その江本さんにお願いしたい、はい、オファーしたいっていうのは、うん、やっぱその江本さんがこの年をやると、うん、うんとそのシリアスだけじゃなくて、はい、なんかユーモラスな部分を出せるんじゃないのかっていうふうに思ってたんですよね、はい、やっぱなんかこの物語ってその緊張と緩和というか そういう行ったり来たりする中でこう物語がこう最終的に結末に向かっていくっていう話なので、はい、なんかその緊張したシリアスな芝居もできるしけど、うん、なんか抜け感のあるお芝居もできるっていうのは、はい、やっぱ江本さんならそれがなんか素晴らしい芝居が見れるんじゃないのかなってい う、 こう予感でオファーをしたっていうのがあります。このお二人がもう昔からずっとやってんじゃないかっていう、はい、そうなんですよね、うん、何なんですか、初めてなんですよね。この映画でこのお二人はあの同じ作品に出ていることは1回だけあったんですけど、天皇の料理番というテレビドラマで、はい、ただ同じシーンとかではないので、うん、本当にちゃんと共演したっていうのは今回初めてだったんですけど、こんなになんだろう、相性がいいというか、はい、いい2人っていないよなっていうぐらい素晴らしい、なんかこう化学反応が起きたなって感じてますね。5年目の夫婦っていう、いや、はい、あのちょうど設定なんですけど、5年間が見えるんですよね、はい、なんかそうなんですよね、そうなんですよ、はい、やっぱ過去がその描かれないっていうのがこの作品 の、うん、あの一つ特徴であると思うんですけど、はい、もう5年経って、うん、ある種関係が終わりかけてるのかなっていうところをスタートにするんだけども、その、うん、それまで流れてきた時間であったりとか、はい、うん、お互いを持ってきたなんか愛情っていうところもちゃんと見えてくるっていうのがこの2人ならできるんじゃないのかな、ってかできるんじゃないのかなっていうか、2人がそこを作り出してくれたなっていうのは感じますね。そしてその、はい、まあ、足を怪我をしてしまったので、沢子さん、まあ、黒木さん演じる沢子さんの実家ちょっと遠いのかな、はい、そのだいぶ遠いっていう、はい、そうなんですよ、はい、そこに、まあ、2人はお母さんの世話で入るんですけど、吹雪純さん、はい、でこのね、なんか吹雪さんとその黒木さんがそこで、まあ、育ってきてるわけなんですけど、はい、あの家もなんか一つ
すごくキャストの一つですよね。そうなんです、はい、いやもう本当にすごくこだわっていただいたというか、美術監督の方にも、実際ある家なんですけど、制作部の方と本当にいろんなところを批判して、うん、それこそ宮城から軽井沢行って、もうほん茨城行ってとか、本当に各地を転々とし、ようやく見つけていただいた家があそこの家で、なんかすごくもうこう階段が象徴的に抜けてくるようなところが、なんかアメリカ映画の階段みたいなっていうふうに思って、はい、やっぱなんかこの映画ちょっとサスペンスなところもあるんで、そういうなんかあの階段はやばいぞみたいな感じがするといいなっていうので、あそこ見た瞬間に即決でしたね。ああ、すぐ借りれてよかったですね。本当にそうなんです、ね、けどたくさんもうお花とかいっぱいあるんですけど、うん、あれも全部ビューツーさんが持ち込んでいただいたもので、はい、もう飾り付けはもうほとんどあの現場にあるものもありつつ、うん、だいぶいろんなものを加えていただいたので、なんかちょっとおとぎ話な感じ、はい、この物語のっていうのを、うん、あの家が物語ってくれる装置になったなっていうふうに感じますね。いやだってサスペンス映画とかってお家の中大事じゃないですか、はいはい、大事ですね、ね、はい、であの階段がねすごい何回も使われるんですよね、はい、うん、そうですね、仕事場が2階にあるので、はい、漫画家の沢子さんが、はい、まあそこでね、こう行ったり来たりするっていう、はい、そのもうね江本さん演じるその敏夫さんが、はい、まあ、漫画家の妻が書いたそのね、はい、下書きというかネームが見たくて、はい、どんどん早くなってきますよね、階段を上がるスピードが。そうですね、駆け下りるスピードもマックスでこけないか不安なぐらい、ね、そこもやっぱり江本さんのなせる技ですよね。何も言わなくても江本さん、はい、感じてやっていただきます。本当そうですよね。まあでも本当にあの吹雪さんもそうですけど、みんなの視線、はい、目線、視線の演技っていうのが本当にあのうまいというか、全部いろんなものが含まれているので、目ってそうです、ね、目の演技ってなかなか、うん、目でそうですね、ものを言うっていうのは、はい、なんか。やっぱり私は見てるぞと、うん、私は見ないぞっていうのもあってなんかそれぐらいどこを見て話すのかっていうのは大事で、それだけで、うん、あのいろんな感情が見えてくるなっていうのを、うん、あのいつも演出するとき思うので、はい、今回特に漫画を読んでるときは止まっているし、車の中も座っているっていう、うん、漫画を描いてるときも座っていますし、うん、そういうアクションがない分、より視線のアクションっていうのが大事になるなっていうので、うん、あのそういう演出を一緒に話していった覚えがありますね。お二方あの漫画家の役ですから、やっぱりこうネームを、はい、でペンを入れるっていうのかな、 なんかちょっと、はい、あのペン入れっていうんですか、はい、はい、あの辺も一生懸命、はい、練習もされて、やっぱりそうですね、あの、うん、吹き替えといって、その手元だけ、手元しか映らないときは、うん、漫画家さんに書いていただいたりとか、うん、実はしてて、うん、あのアクションでスタントさんがいるのと同じように。あ、はいはい、ただあの実際に書いてる瞬間をこう、うん、ちゃんとご本人込みで撮るっていうのも、うん、いっぱいやってるので、なんかそういうのをこう組み合わせていって本当に漫画が前としていくっていうのは、やっぱ俳優の力とやっぱスタッフの力っていう、その2つがあってこそ、やっぱそういうのって成立させることができるよなっていうのはいつも感じます ね、うん、すね、今回もすごく感じました。まあ、はい、このお二人をなんか選んだ理由みたいなのもあるんですか。はい、はい、そうですね、漫画家さんは、漫画プロデューサーとして、はい、C&I
エンターテインメントっていう今回の制作プロダクションにいるプロデューサーの八尾さんっていう方に入っていただいて、あ、なるほどなるほど。八尾さんがそうですね、重版出版のプロデューサーをやられてたりするので、はい、まあ、黒社で、はい、なのでやっぱすごい漫画に対し漫画への造形がすごく深いっていうこともあって、はい、まあ、僕がこういうサーコの絵はこういう感じにしたいとか、うん、年をは逆にこういう感じにしたいっていうところで、あの狙いをお伝えした上で、はい、いろんな漫画家さんの候補を挙げていただいて、はい、その中から、うん、とバランスだと思うので、その、はい、この人ならこの人っていう感じで一人ずつ決めていきました。あ、そうなんですね、はい、いやよかったな、あの 絵がね、絵もすごくよくて、はい、で特にものすごく寄せてたのが金子大地さんなんですけど、はい、金子大地さんはもう本当に漫画の中から出てきた王子様っぽい感じで今回はされてたので、はいはい、いやー、この先生が隣に座ってたら私も行っちゃうよなって思って、はい、ダメですよってね思いながらねちょっと見ておりましたけどね、はい、はい、ありがとうございます、はい、あの最後にお食事のシーンがいっぱいやっぱり家族ですから出てくるんですけど、はい、はい、お母さんの芋煮を、はい、まあ、はい、皆さんが褒めるわけですよ、はい、そうですね、あの芋煮は、はい、堀江さんのお母さんから、はい、違う違う違います、ね、あ、それは違う、僕が芋煮めちゃくちゃ好きっていうのもあるかもしれないですねなんかあのそうですね、田舎で、はい、あのそれこそ車がないと、まあ、車がないと不便なああいうこう場所で、はい、あの家庭菜園もあって、うん、あのその暮らしをすごく楽しんでるお母さんが風吹淳さん演じる真由美だったので、なんかその、うん、と野菜にしたいとかっていう話でいろんなこう、うん、提案していただいたと覚えがありますね。あ、どうだろうかとか。あ、なるほど。あの芋煮は里芋ですか、はい、里芋、あ、そう、里芋ですね。あ、里芋ね、はい、シナリオに書いてましたね、芋煮、あのけどちゃんとシナリオに芋煮美味しいですねっていう、うんうん、セリフを、まあ、この映画の中に2回出てくる、はい、出てきます出てきます、いや、あれ里芋なのかなとかいろいろ考えたりして、はい、はい、思ったりして、あとなんか桃も出てきますけど、はい、桃、そうですね、桃も書いてますね、うん、桃の木は実際植えていただいて、あそこに、あの大変なことをしていただいたんですけど、うん、そうですね、あのこの位置に桃の木があってほしいっていう、その 家を正面から撮った時にここにあるのが桃の木であってほしいっていう話をして、たまたま100メートルぐらい離れたところですかね、うん、桃の木があったので、はい、それをあの植林していただいて、お、わざわざそうですね、あそこ、あ、じゃあで、あそこのお家で取った桃、あそこのお家で取ったお芋、はい、で、まあ、とね、あの作ってくれるお母さんっていう、はい、これ大事だ、はい、大事ですよね、やっぱりお母さん像、ね、真由美という、うん、真由美さんというね、お母さんを作り上げるっていう、はい、はい、だからお母さんの何十年かの歴史も、はい、なんとなくなんとなく勝手に想像しました。ああ、いや、そうですね、はい、それは想像していただけると、うん、うん、きっと、うん、想像していただけると思ってます、お客さんにも、うん、だと思います。もう、まあ、その今回の映画の最後の続きも想像していただけると思います。そうですね、今日もう言いたくて、はい、言いたくてしょうがない、ごめんなさい言っちゃいけない、メッセージをお願いしたいと思います。はい、この作品は不倫と漫画を題材にした、あまり、うん、見たことない映画になっていると思うんですけど、はい、けどやっぱりその映画としてそのエンターテインメントを作りたいっていうのがあったので、きっと見る人にはこう年、この映画の年をのような気持ちになって、ハラハラドキドキしながら見てもらえるような作品になっていると思うので、あの映画館でご覧いただけると嬉しいです。で、ありがとうございました。ありがとうございました。堀江監督でした。ありがとうございます。ありがとうございます。